ミロアカ休み時間ラジオ井上まーでございます。ノーミルク佐藤です。いやオーストラリア戦がもうねそこまで来ておりますけれども ね、連日その話題ですけどもね、非常にオーストラリアの方も人がいっぱい来れないということでね、うん、そうなのよ ね結婚式で休む人がいるっていうんでしょ、これを最後に。そうなのよ、すごいですね。マクラーレン選手頑張ってほしいですけどね。この2連戦を勝ち切ればオーストラリアとしてはワールドカップに行けるのに、うん、うん、日本戦が終わったらサウジ戦を辞退してフォワードの子が結婚するから結婚式をするということで、うん、そうなんですよ ねこれはちょっとあれだね、その話しましょう。マクラーレン選手でしょ、うん、はい、これなんかググったら出てくるの、その情報も。あ、もうニュースには出てるので、はいはいはい、日本のニュースに出てるから多分ねそうなんと思いますけど、そうなんですよね。そう、もう人としては素晴らしいことですけどね。いやそうですよ ね、でもそれでもやっぱり呼びたい選手なんですね。そうなんです、1試合のためにね。どこのチームでやってる方なんですか。メルボルンですね。メルボルンシティかな。はい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 、そうなんですよ。で今回本当はメルボルンシティから 5,6 人呼んでるはずだったんだけど、はい、ほとんどの選手いなくなってしまって。はいはいはい、はい。まあ一応ね、入りはするけど、そのマクラーレン選手も。はい。半分ぐらいね、その陽性だろうなんだので、ちょっといなくなってしまったところがあるから。そうですよね。ジェイミー・マクラーレン。あ、聞いたことありますね。へぇー。あの、やっぱりこう。28歳。はい、そうなんですよ。9番。フォワードですね。ブラックバーンでやってた頃もあるんですね。ああ、そうなんですね。へぇー。なるほどね。はい。はい。まあ、いやあれですね、日本で言ったら、ミッチェル・デューク選手と、まあ、ポジションを争ってるというか。はい、はい、はいはい。まあ、大迫、上田綺世みたいな関係性ですね、ある意味ね。まあ、年齢とか関係ない、関係なく言ってるけど。うん。そう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 、そういうポジションの人だと思っていただければと思います。なるほどな。あと、まあ、オーストラリアで言えばね、まあさん、これ皆さんちょっと知っておいていただきたいんですけど、はい、あの、日本ってよく世界から言われてることがあって、はい。日本は70分ぐらい、60何分かまでは戦えるって言われてるんですよ、うん、ただ残り20分の戦い方が下手みたいなこと言われてるんですよ。へー、スタミナだとか、あとパス成功率みたいなところが、うん、いわゆる後半の残り20何分だけめちゃくちゃ落ちるらしいんですよ、うん、ほう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 。対戦相手とか、いわゆる実際にもデータで出てたりするんですけど、日本が落ちる、日本がめちゃくちゃ落ちる。ほう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 。でそれと同じようにアジアの中で言うと、うん、オーストラリアがそうなんですよ。へー、残り20分間がガクンと落ちるんですよ。これ今までの国際試合のデータから採取されてる。そう。っていうのがあって、特にこの最終予選でも、ほとんどの試合で、はい、あれ？え、何があったの？急にっていうぐらいに、え、みんな急に弟に変わったとか、それぐらいに変わるんですマジで。はい。で、この間の日本戦とかでも、うん、ね、残り5、6分のところで浅野選手のシュートが結局それでオウンゴールになっちゃったりがあったりだとか。まあ、そうですね。はい。サウジ戦とか、あとオマーン戦とかでもそうですね、うん、PK 与えちゃったりだとか、うん、失点食らったりだとか。確かにそうだね。そうなんですよ。だから終盤に日本としても、誰かそのキーマンあえて残しといて、スタミナ、温存させといて、その選手で決めに行くってのは、ちょっと手かもしれないなってのはあるかもしれません。なんかでも、ひっくり返し合う印象多いもんね、過去ね、オーストラリア戦はね。そうですね。なんかいつも熱い戦いになると言いますか。でもアウェーに関してはもう引き分けが多いらしいですね、過去ね。勝ったことないんですよね。勝ったことないんですよね。まあだから今回が、はい、歴史を変えるチャンスになると、うん、いうことですよね。そうね。そこが楽しみだなと思いますけれど。変えてほしいな、歴史を。そうですね。うん、まあそのキーマンがまた誰になるのかっていうのもね、うん、まあ、木曜朝の動画とかで出てるかなと思うので、うん、またそちらも見ていただければなと。そうですね、本編ね、フォワカの方だけどね、うん、見てくださいと、うん、あとそういえばちょっと話変わりますけども、はいはい、ワールドカップといえば、はい、ある人がちょっと動き出しましたね。ある人が動き出した、誰でしょうか。ケイスケ・ホンダですね。あら、はい、なんかツイートとか見てますけど、動き出してるんですか。そうなんです、はい、何でしょう。今回も、はい、一応地上波でもね、ワールドカップ流れることになりましたが、はいはい、うん、インターネットではアベマさんが64試合全部放送するってことになった。あ、そうなんですよね。それに関して、うん、の、はい、その放映に関してのところで、アベマの、ワールドカップ配信関連の、ジェネラルマネージャー GM となりました。わー、すげえ面白いじゃないですか。へえ。なんか本当は主題歌
日高じゃない、うん、多分日本戦の解説は本田さんに。あ、そうなんですね。あ、解説意外と見たことないですからね、うん、楽しみですね。そうなんですよね、うん、あの本田さん断ろうとしてたらしいんですが、うん、あのサイバーエージェントの藤田社長から、うん、あの連絡が来て、うん、もう一度だけのこの頼みでやってくれっていうので。ああ、でもこれは大きなニュースというかね、話題になりますね。あ、楽しみ、それも。そうなんですよ。ちょっとこれ面白そうだなぁ、なんて思いますね。全部下の名前で言いそうですね。言うとあれなんかちゃうかな言うとあれなんちゃうかなとか言ってほしいですね、なんかね。いや、そうですね。関西弁バリバリで、しかもね、下の名前でみんな呼ぶみたいなね。確かに、それはちょっと見たいところあるよね。うん、そうですね。気持ち一つですねって言ってほしいですね。これは純一ダビッドソンのまた仕事が増えるんじゃないですか。いや、これはボケどころが増えるんじゃないですか。ねえ、あらまあ、やったね。あ、これはでもいいキャスティングな気しますね。そうですね。ネット世代も見やすいというか。うん。ね、分かっ、知ってる選手でもちょっとだから柔らかめにね、うん、柔らかめっていうかこう自由な、かつてないような中継が僕は見たいな。うん、いや、そうですね。ね、楽しみだな。ちょっと実況さんなんかももうね、絶叫系の方でもいいんじゃないですかね。いや、ちょっと色出してほしいですよね。そうですね。誰がいいですかね。いや、やっぱ絶叫系でしょ、ね、逆にサッカーじゃない方でも面白いんじゃないか。でもサッカー知らないとあれかっていうのもあるけど。いや、それだったら一人し、ね、あのサッカーでもないって、サッカーでもなくてもいいんだったら、ちょっと見たい人は一人いますか、うん、誰ですか。あの、M リーグの実況やってる日吉達也さん、僕は見たいですね。どういう感じの人ですか？あ、そう、絶叫系ですね。ちょっと真似してもらっていいですか？いやー、それはパッといけないわ、俺、そういうところは。麻雀の何？はい。絶叫して実況してくれてるの？そうなんですよ。あの、麻雀って例えばこう、同じ牌って4牌しかない、4つしかないんですよ。はいはいはい。ってところがあるから、例えば他の人がもう持ってたりすると、例えば残り山に1枚とかっていう、そういう状況があるわけですね。実況的にはそれ分かってるから、ってことでしょ。そうそう、そうだから、さあ井上残り1枚引けるか、うん、引けるか、これ最後のつもり入るぞ、どうぞ引いた井上、ここで8000点。あ、ちょっとスポーツっぽくというか、うん、ファッションな感じ。あ、それは麻雀とか知り尽くしてないとあれですね。まあ、もちろん日吉さんもあの麻雀のプロではあるんだけど、はいはいはい、実況もやってる。すげえ、なるほどな。見たいな。演出家ですもんね、だってね、実況さんっていうのはね。 その面白いところをこうね拾っていくみたいな感じで。そうなんですよ、見たいなってところがありましたね。まあ、あとやっぱり、うん、あの井上、まあ私がね、はい、みたいですね、まあさんの実況、使ってくれない使ってくれないですかね。本当に見たい。メッソもございませんよ。いやいやいや、見てみたいなってのありますよ。あ、私、あの麻雀の解説を本田さんがやったらどうなのかなと思って、うん、ちょっと今黙ってました。いいな、見たいな。ロンとポンの違いっていうのは何ですかね。そっからかい、解説してないじゃないか。ちょっとそのボケの方に頭いっぱいでしたね。いやー、面白いな。そうですね、そんなこともあるよ。頑張っていただきたいですね。そっか、じゃあ中継ちょっと僕楽しみになってきたな。そうですね、なんか全部その元代表の人で言ってほしいな、解説の人。あー、いいね、中澤さんとかさ。あー、そうだ、なんか我々じゃない、そのアベマ世代にもこうしてるようなね、うんうん、だからもう中田さんとか積もれないですかね、お願いしたりしてないのかな。なんでマージャンみたいに言ったんですか。え、積もれないかね。言ってないで、そう思ってないですよ、みんな。あんただけですよ、マージャン。あ、嘘。中田秀俊さんとかね。うんうん、ゴンダ、ゴンダ、ゴンダさんはちょっと違うか。そっか、あとコーチですからね、なかなかちょっと難しいところは。ああ、そうだね。ああ、あるかもしれませんけど。本当は内田篤さんとか見てみたいけれども。ああ、ですね。あ、でも、まあさん、うん、ちょっと思ったところがあって、今回は例年とちょっと違うところがあるじゃないですか。はいはいはい。あの、例年であれば、うん、いわゆるヨーロッパのお休みのところの、いわゆる夏に開催されるけれども。はいはいはい。今回は、あの、冬開催で、いわゆる国内で言ったら、国内のプロの方々の公式戦が終わった後みたいなところで、ワールドカップ行われるから、国内プロの方々に出ていただくとかってのもなんか面白そうな感じ。ああ、いいですね。現役の方にね、やっていただく、ね。そうそうそう。全然関係ないあるね。ネット世代がひろゆきさんとかね。はい、ハーフタイムです。ビール飲みます。ウィースっつって。ね、まあそうですよね、もうこんなあの頑張らなくても生活保護もらえばいいですからね。いや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 
冗談で言ってますよ。冗談で言ってますよ。はい。いやいや、でもそれはそれで一つの色というか面白みはありますからね。そうですね。全否定、全否定から怒られるだろうな、荒れるだろうな。荒れるだろうな。ここまで00ですけど、皆さんこれ何で見てるんですかとか。言いそうですもんね。言いそうですね。ちゃぶ台返しそうですね。うん、だって、点入るの見たんだったら、バスケとかいっぱい見ればいいじゃん。あれ、いっぱいありますよ。あ、すごい。思想模写うまいですね。いいですね。言いそう、言いそう。ね。言った言うよね。確かに、確かに。違う服着てやっちゃダメなんですかこれは。ってね、言いそうなんですけどね。とにかく楽しみでございますね。ダメよ、こんな、ね、茶化しててダメですけどもね。ワールドカップ楽しみになってきたら、だからもう本大会の話に行きたいですよね。行きたいですね。やっぱ本大会、修学旅行とか遠足と一緒ですから、うん、その前の時間が楽しいわけでしょ？いや、そうね。準備の。準備の、ね。早く決めた方が準備の時間が長いわけですから。ほんとそうだ。そっちの方がいいですよね。見たいね。ええー、だまずその先駆けてね、チューする直前にベンチに座ってる時間だから。これ長い方がいいわけですからね。終わりですから、ね。もうしようぜ、それは。そうですね。そうですよ。うんうん、あと、だからね、オーストラリアに勝って、うん、そのね、準備の時間を一つでも早めるためにも、はい、ベトナム戦からその準備を始められるようにっていうふうにできたら、はい、ベストですね。ですね、うん。選手試しながら、そうですね、新しい戦術みたいなのも仕込みつつ、できればね。そうですね。うん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 、だ我々もね、これ我々のこう見る若のちょっと裏話になりますけど、はい、まさ、はい、こういうね、代表戦があるときって、うんうん、その後の動画ため撮りなかなかできないっていうのがあるんですよね。あ、実はね。そうなんですよ。やっぱ勝敗でね。うん、話の流れがはちゃめちゃに変わっちゃうから。論調というかね、世間の周りで変わりますからね、うん。ピント外れになっちゃいますからね、先に撮っといても。そうなんですよね。確かにそうだね。お蔵入りになっちゃいますから。ちょっとさ、話変わるんだけどさ、はい、これ、新しいユニフォームになるんかな本大会、まあ、当然なるよ ね、まあ、ねそろそろ、うん、だって売り時だもんやっぱり。いや特にね、ほんとそうだよ、ほんとそう。これもうさ、この日本バレーデザインっていうんですか、うんうん、アーミーデザイン、はいはい、これちょっとこう頂点まで来た感じじゃないですか、この大喜利の。いやそうだね、すげえシンプルになるかね。いや、やっぱあれ前もね、ちょっと話した時あったような気がするけど、はい、東京オリンピックのどっかでやったあれですよ、うん、水色のやつやっぱ見たいなってのありますよね。あそこまで戻っちゃいます？あれぐらいのものが見たいなってのありますけど、あそこまでいかないんじゃないですか、あれ。いかないと思うよ。売れないです。売れない。うん。うん、売れないからね、うん。いや、素敵だと思いますけど、あれ。でもなんかインスタ映えするようなやつ、ね、一般の人が着ると普通のポロシャツなんですよ、あれ。いや、そうなんですよね。ね、彼らはかっこいいから。あれもかっこいいけど、一般の人が着ると本当のポロシャツになっちゃったというね。そうなんだよ、うんうんうん、それが問題ですからね。確かにどうなるんだろうな、うん、ね、まあテンションでもちょっと変わってくるじゃないかってところもあるし。あ、そうね、確かに、うん、確かに。まあまあ楽しみにしていきたいですね、はい、楽しみでございます、はい、ね、とりあえずオーストラリア戦頑張っていただいて、うん、うん、そうだね、はい、そのあたり期待しましょう。はい、はい、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。こちらサブアカでございます。毎日やってます。こちらもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた、井上でした。ノーミルク佐藤でした。じゃあね、またー。